選に出る。わあすごい、5000万円当選だ。嘘、二人で一緒に買った宝くじだから2500万円ずつだね。え、金は人を変える、争いを生む。見なかったことにしよう。うん、忘れよう。ドブに捨ててくる。注文ミスに出る。天丼ください。あ、私カツ丼がいいです。かしこまりました。ねえ、今の店員の顔、私のタイプだったわ。お待たせしました、親子丼です。なあ、おめえさ、頼んだのカツ丼なんだよ。すみません。すぐ作り直して持ってこい。容赦がない。先ほどは私の注文のミスでした。申し訳ございません。誰にでもミスはあるので気にしないでください。てか私、親子丼食べるので作り直さなくてもいいですよ。顔で態度変えてくる。あと水ください。なんか喉が渇いちゃって。かしこまりました。どうぞ、お水です。なあおめえさ、もっと水たくさん入れろよ。あとカツ丼早く作り直すよな。むちゃくちゃ言ってくる。作り直したカツ丼お持ちしました。どっちかな、どっちで行こうかな。イケメン対応で行くかどうか微妙なライン。ありがとうございます。合格出ました。こちらどうぞ。てかおめえさ、これ写真よりカツが少ねえだろ。指輪付きは不合格。なんだおめえ、詐欺やってんのかこの野郎。はい、詐欺詐欺。さあみんなも詐欺。アクセル踏むと決めたらフルスロットル。はい、詐欺詐欺。すみません、お客様、他の方に迷惑になりますので。はい、詐欺詐欺。ルールが変わった。詐欺詐欺。私に立てつくやつは容赦しねえ。やばすぎる。あさみちゃん、もうやめよう。それ以上は良くないよね。たえちゃん、詐欺詐欺。誰にも止められない暴走機関車。次回予告。なんと次回の太鼓は、銭湯に行って脱いだ服をカゴに1枚ずつ入れるたびに、近くにいたおばちゃんがナイスシューって褒めてくるの。私も調子に乗って皮膚まで脱いじゃったよ。ごめんなさい、嘘です。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱなんでもないです。